図案の回でお話しした図案が完成すると、次はこの下にある意匠図、紋図と呼ばれる設計図の方、こちらの制作に入っていきます。で、図案と意匠図、何が違うかというと、図案はあくまで完成予想図として作っていくものになりますけれども、この意匠図、こちらに関しては設計図になりますので、柄を拡大してどこにどの糸が通るかということを計算の方をしていきます。パッと見て、比較で分かりやすいのは、例えばこの花の大きさであったりとか、あと線の細さですね。こういうところ、筆で絵で描いているのと実際糸で折っていくのでは違いが出てきます。どのように糸を織り上げていくのか、例えばこの細かい金をどういうふうに入れていくのかということもいろいろと打ち合わせの方をしながら、こちらの意匠図の方を作っていきます。ここで大事になってくるのは、本当にこの細かな色の濃淡であったりとか、あと線の処理ももちろんですし、あと使う糸数、色の数をどれだけ使っていくか、何回も繰り返して、何回も打ち合わせの方をしながらこちらの衣装図を作っていきます。このマス目ですね、こちらが一マス一マスが縦糸、あと横糸が交わっていく部分になりますので、どこにどの糸が通っていくかっていうのを筆を使って、そして一マス一マス塗りつぶすようにしながら衣装図の方を作っていきます。そして手前の方、こちらにあるこちらの棒みたいな線がありますけども、こちらはメートルと呼んでいます。色を指示する棒になっていきます。ところどころ白いね、付箋をつけて番号が書いてますけれども、ここに使う糸の色数、色番を入れていきます。ですので、例えばここ見ていただくと、ここの黄色い線がありますけども、横にずっと見ていきます。で、ここに340っていう数字が売ってます。で、これはこの横に該当する部分のこの黄色いオレンジのこの色が出てる部分は全部340番の色が出て織り上がっていくよという指示になっていきます。そしてこれは全て手で描いていきますので、非常に時間がかかっていきます。まずこのできた図案、こちらを一旦この方眼紙、こちらに拡大の方をして、そして色を塗っていきます。で、ただ単に色を入れればいい、色を塗ればいいというわけではないので、設計をしながら描いていきますので、例えばもう全てやり直しをしたりとか、あと当然修正も入っていきますので、何ヶ月単位と時間の方がかかっていきます。あと当然莫大なコストの方もかかっていきます。やはり何ヶ月単位かけて作っていきますので、非常にコストも高くなっていくんですけれども、こちらの衣装図、言ってしまうと設計図ですので、ここで手を抜いてしまうと、実際に織り上がった時に手を抜いただけの帯でしか出来上がらなくなってきます。ですので、砺波織物ではここは時間であったりとか労力、コストを気にせず、納得いくまでこの衣装図、何回もね繰り返し納得いくまで作り直して、この衣装図を完成させていきます。